チビチャンネル。 I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say.Wish I could have been. I've never got no regret. The hours I've been putting in. So take a chance on faith. Your mind's a ballless place. Take a chance, take a chance. A chance on faith. So take a chance. Take a chance on faith. So take a chance. I never want no look back. Take a chance.Take a chance on faith. Take a chance on faith. おはようございます。どうも、ちびこです。どうも、かずまさです。今日は12月16日月曜日、高須スノーパークに来ています。平日に滑りたいってことで有給取って朝一滑りに来ました。ゴンドラ待ちもね、昨日の日曜日と比べて半分ぐらいで、やっぱ人が少なくてね、半分以上だよ4分の1ぐらいだよやっぱ平日だから全然いないね、人が。最初からオープニングなしのところで首からのフリーダムを見てもらったと思うんですけど、前回の動画とは全然違うねすごい気持ちよさそうに滑ってるからさ、さらにあれのもっと朝一だったらもっと気持ちよかったかもしれない。まあ、結構もう後ついてたじゃん。ちょっと出遅れたんですね、平日いや、ピステンが最高ですね、やっぱり朝一はやっぱ最高。本当に一番で滑りたかったら8時半とかに並ばないとダメだね、平日でも。いや、最高ですよ。ということで、まだピステンはまだ残ってるからね。残ってないよ。残ってる、探し出すどんだけ滑りたいんで。次は僕の番。僕の番です。はい、じゃあ滑りましょう。滑ってください。はい、滑りましょう。 Like the ocean, empty notion. Like a roaring ocean, slow in motion. Lay down your trouble.Why with the universe and its kind.
手振ってたの分かった？何回も手振って手振りすぎて何回ぐらい手振ってで、かなちゃんがちょっとスピードあんまり出せないから確認しておかないと後ろをチェックしてちゃんとついてきてるかどうかをチェックしておかないと楽しいね。楽しいね。ちょっと壁は無理だ。壁はちょっと出すぎだね。硬いわ。硬いし朝一は硬い。ちょっと危ないわあれ。ガリガリだったね。うんとまだギャップも硬い。朝はカービングに限ります。いや楽しい朝は。楽しい、うん、天気も恵まれて恵まれてる。降雪機でも全然いいね。岐阜で一番良さそう。普通は一番いいね。多分岐阜で一番いい。楽しい。うん、これが上がる頃には雪は降ってることを願っておりますと異常気象が起きんと無理かな。異常気象1メーターぐらい一気に積もってくれることを願う。3メートルぐらい降ってほしいな。3メートル降ったら余計に大変だね。毎週金曜日に降ってくれたら最高なんだけど。金曜の夜に。金曜降って土日晴れでしょ毎週金曜の夜に40センチ。あーいいね。ちょっと1メートル降ったら道路が通れないかもしれない格好も全然サングラスでいけるわ。それカズくんだからだよ。そうなの。普通の人顔寒いもん。今でも寒いよ。普通にサングラスでいけるは誰も参考にならんからサングラス好きな人だっているでしょ。だってあんまりいないよ。40ぐらいじゃない。サングラスとパーカーで多分いけるね。いけません。私もパーカー着てるけど結構重ね着してる。ヒートテックみたいなあったかいやつ2枚重ね着してるもん。え俺ロンティーとパーカーとこれだよ。ジャケットだけ。ロンティーとパーカーとジャケットだけ、うん、ジャケットが調子いいんだろうね。そうウェアを持ってないんですよ。持ってるけど持ってないんですよこれウェアじゃないか。私服だから。これワーク3000。この下のねパンツのねこれは3000なんですよ誰よりもお金かかってないかもね。ウェアにはお金かけてないね。で一番高いのさグローブじゃない。グローブだね一番高いの。そんな感じでいけますよ。まだまだパーカーでいけます。すいません。じゃあ平日の朝一はこんな感じで。最近バットが多いんでね低評価が多いんで悲しくなってくるからいいねと思った方は高評価とコメントチャンネル登録などよろしくお願いします。それではまた見てください。 Peace out!